こんにちは。今回は打撃の職人山内和弘を紹介します。1932年愛知県生まれ、右投げ右打ち。木工業高校から川島紡績で投手として活躍。1952年毎日オリオンズにテスト生として入団。1960年には本塁打と打点の2冠王に輝き、大米を10年ぶりのリーグ優勝に導いている。1967年10月には通算2000本安打を達成。1970年現役引退。2002年には殿堂入りを果たした。攻守を問わず打撃研究に打ち込んだ求道者で、指導者としても活躍。多くの打者が嫌がる内角球のさばき方を極め、名人の域に達していた。落合、掛布、高橋義彦など多くの名選手を育て上げた。指導を始めると終わらないため、愛称はカッパエビセン。通算成績、打率295、396本塁打、1286打点、2271安打、本塁打王2回、打点王4回、首位打者1回、シーズン MVP1 回、ベストナイン10回、オールスター MVP3 回。山内のインコース打ちは落合博満の打撃フォームととても似ている。